学校で誰もできない技、剣上がり。これができたら学校ナンバーワン、やばいでしょ。体操選手マロンが秘密の練習教えちゃいます。やり方は2つあります。1つ目、地面を走って足を前に出すよ。お腹の力も使ってね。2つ目、今度は地面に足をつかないで前に出すよ。さっきよりもお腹の力をいっぱい使うよ。それではやってみよう。蹴上がりのコツを教えます。レベル1、こんな風に足を前に出します。地面に足をつけずにポーンと前に出してみよう。これができるようになったらみんな外してやってみてください。一体手には何をつけてるの？裏技その1、メビウスを使って鉄棒と手首を固定しているよ。メビウスを使うことで手首が自然に返るので、とっても大切なアイテムです。上手になったらメビウスなしでレベル1をやってみよう。地面につかないように足を前に出します。レベル2、足先を鉄棒に素早く近づけよう。これができるようになったらこれも外してやりましょう。今日のこの動画は超レア、体操選手マロンが蹴上がりの練習の時に実際やっていた内容です。今からいよいよ蹴上がりの練習をします。じゃん、軍手が出てきました。軍手を使う時はこの紐を使いましょう。軍手を使う意味は滑るので上がりやすいです。親指を入れると危なくないですよ。裏技その2は軍手だよ。ズボンを履くように足が鉄棒にスレスレで上がるよ。わかるかな？軍手をで上がれるようになったら紐を使って練習します。まずは片っぽをつけて、さっきの蹴上がりの練習をします。これは上がれるようになった人から練習します。上がれるようになったお友達はどんどんチャレンジしてみよう。片手が難しい場合は、まずは両手にメビウスをつけてやってみてね。次は反対の手につけます。次はいよいよなしであります。やるときには3パターンあります。1つ目、地面につかないように足をポーンと前に出すよ。2つ目、地面をタタタッと走って前に出すよ。3つ目、3つ目は助走なしだよ。3個目はちょっと難しいの で挑戦してみたい方はやってみてください。それでは私は3つ目でやってみるね。学校で誰もできない技、蹴上がり。これができたら学校ナンバーワン。